会場の洋子ショーマンズエンジンの夜の展示グレート、ドーセットスチームフェアは、蒸気機関を動力とする車両や機械を展示する催し物である。この催し物は、マイケル・オリバーによって始められ、1968年以降、毎年夏にイングランドのドーセットで開催され、近年は、ブランド・フォード・フォーラム近くのタラント・ヒントンで開催される。現在は、マイケルの息子のマーチン・オリバーが、 グレート、ドーセットスティームフェアリミテッドを運営する。現在は600エーカーの敷地で8月のバンカホリデーの後の水曜日から5日間にわたって開催される。この種の催し物としては世界最大級のものである。最も一般的な展示はトラクションエンジンや蒸気トラクターや農業用機械の展示だけでなく保存機関車や自動車、商業用車やシャイヤーも含まれる。 この催し物は販売会場も兼ねていて、音楽の生演奏や蒸気機関の商談もある。来場者数は約20万に達し、3万人が設営、運営にあたる。期間中は街の人口が大幅に増える。トラクションエンジンや蒸気ローラーの実演や実際に道路工事を実演する。これらの展示には重量物の運搬や脱穀、製材、缶なか掛け、 道路工事が含まれる。主会場では、蒸気機関と来年機関がどちらが重量物を運搬できるか実演する。展示の一つである、ショーマンズラインアップは、世界最大のショーマンズエンジンの展示である。フェアは、日曜日の正午に終了する。2008年には40周年を迎えた。ありがとうございます。